はいどうも皆さんこんにちは、こんばんは、GK です。今日なんですけれども、今日うは、えー、7月24日、更新日だったんですが、てか、本日なんですけれども、えー、タクティカル褒めがね、登場しましたので、というか、登場したというか、再登場したかなというのが正しいんですかね。はいということで、えー、11連ガチャということでね、ガチャでなんとタクティカル褒めが復刻してきたということで、まあ、ちょっと前代未聞というか、今まで多分1回もなかったと思うんですけど、まあ、これについてちょっとお話を今日はしていこうかなと思います。よろしくお願いします。 はい。ということで、早速ね、じゃあ詳細を見ていきたいんですが、えー、今回のガチャですね、まあ、5回で1周という感じですね。まあ、引く回数に関してはエクスペと一緒かなという感じで、えー、開催がされておりますが、まあ、今回の概要としてね、まあ、まずこのタクティカルフォーメーションコインというのが登場してますよというところをまずしっかりと押さえておく必要が、まあ、あるのかなと思います。で、タクティカルフォーメーションスペシャル11連ガチャでは毎回タクティカル褒めコイン、フォーメーションコインね、 1> が1枚ついてくるとまあ、11連につき1枚ですね。おまけについてきて、計5回で、えー、マックスかなと思いますね。まあ、5枚集めれば、どのフォーメーションでもゲットができるし、まあ、ものによっては3枚とか1枚とかでもね、交換できるものもね、確認したところね、ありましたので、まあ、必ずしも絶対5枚必要ってわけじゃないんですが、マックス5枚と思えておいていただけると、えー、この話、わかりやすいかなと思うんですよね。 で、一周が5回というのも、まあ、そこから、うん、来てるんじゃないかなと思いますので、まあ、タクティカル褒めがね、今回、まあ、タクティカル褒めってそもそもどれぐらい大事かっていうと、まあ、結構、物によっては大事だったりしますね。というのも、ま、あざっくり言うと、例えば、そのポジションで、まあ、結構割り振りがされてるんだけど、特にま、あその強度が必要なポジション、まあ、CF だったりとか、まあ、そのシューター系のポジションね、まあ、CF だけじゃなくてね、 とか、僕ゴールキーパーとか、まあセンターバックはじめディフェンス系ですよね。のディフェンス値とかね。まあこういったところって、まあ、タクティカル褒めてマックス20%上がるんですよね。で、これがまあ5振りした時なんで、で、計15振れるものがあって、で、それでね、選手の能力値のバフを上げていくみたいな感じなんですけど、まあ言ったら20上がるってことは、まあソックスつかない状態ではありますけど、まあ金ディフェンなりし、金オフ1個分とか、まあこれぐらいは変わってくるということなので、まあ当然あったら有利にはなる。 ところはあります。はい。なので、まあ、そうですね。このタクティカルフォーメーションを使って、かつ、まあ、いいデッキ組めたら、確かに、うん、強みにはなるので、まあ、価値はね、まあ、当然、ものにはよりますけど、まあ、それぞれフォーメーションの形が全然違うので、それぞれの価値は違うけれども、まあ、全体的に言うんだったら、まあ、価値はあるんじゃないかなというところで、まあ、考えていただければいいんじゃないかなと思います。まあ、そういうね、まあ、選手の能力値を底上げする機能として、このタクティカル、タクティカル褒メというのがね、存在しているわけですが、 で果たしてね、今回、どういったガチャになっているのかというところと、まあ、狙うならどういった褒めを狙っていけばいいのかというところを、まあ、重点的にねここからお話をしていきたいんですけど、ということでね、じゃあまずはね、ここちょっとすっ飛ばしまして、まあ、どういったガチャなのかというところで、じゃあ見ていきたいんですけど、えー、本ガチャの詳細ということで、えー、毎回ね、タクティカルフォーメーションのコインが1枚、11連ごとについてくるというところと、えー、スペシャル枠がですね、1回目がグレード70以上確定かつ、グレード85以上出演三十パーセ30%。 で、2回目がグレード70以上確定。3回目グレード70以上確定のグレード85以上出現確率が50%。まあ、4回目はグレード70以上確定。で、5回目でグレード85以上確定というスペシャル枠が、えー、ここでついてきますね。はい。 まあ見ていただいた方だったらわかると思うんですけど、まあしょぼいですね。<laughs> まあ本当にガチャおまけなんだなっていうぐらいの感覚じゃないかなと思います。まあ、ただですね、これ中身見てみないとわからないので、まあ、先にね、ちょっとね、ガチャ確率をね、じゃあ先にちょっと見とこうかなと思いますね。まあ、ここは今日正直本題ではないんでね。うん、ちょっと先にざっくりと行きますね。はい。まあ提供割合見ていきますと、えー、確率がですね、まず基本がレギュラー92.5。 ライトニングエッジが3%、フォーカスドプレイヤーが4.5ですね、第3弾ね。はい。とういうのを踏まえた上で見ていきたいんですけど、一応85以上確率の、ね、ピックアップが入っているところが、まあ、ここが、えー、30%やったかななんですが、うーん、まあ上とちょっと見比べれたらいいんですけどね、ちょっとね、うーん、変わらないね。<laughs> あれ変わらなくないかあれ全く一緒じゃない ああ、なるほどね。このタイプね。ああ、このタイプですね。あの、J クラにはね、いろいろあるんですよ。あの、こういって85以上の、例えば30%ってなるじゃないですか。これがどう乗っかってくるかね。で、今回のガチャは、これ見る限りだと、あの、限定に干渉してません。ということは、レギュラーが全部上がってるってことね。で、これはね、まあ優勝ガチャでも一回言ったんですけど、ガチャの中身としてはもうクソです。<laughs> いや、ほんとクソです。一番クソのタイプです。 はいまあ、ただ今回はまあこれが本番ではないので、まあそういう考えになったんかなと思うんですけどね、まあ確率全く変わってないですからね、これ上ね、ちょっと気になる人はゆっくり見てほしいんですけど、まあ、例えばフォーカスプレイヤー第3弾がね、0.002、0.014、0.135、0.225、1.725、2.4というのが上からのね、このグレード順なんですけど、まあこれ見てもらったらね、0.02ね、全くここ変わってないですよね。はい、ということで、干渉されてないということね。 でこれはもう全部一緒なんで、多分八85以上確定になったとしても、えー、変わっ、あ、85以上確定のとこだけちょっと変わるか。あの、下の分がね、上に入ってくるからね。ただ、あの、89以上の確率は干渉してないので、まあ、85以上まで来ると、まあ、一応その出なくなった分ね、ライト圏の分とか84までの分が、85から88に丸乗っかりしてるので、まあ、一応最後まで行った時に色虹蹴ったら、まあ、限定の85から88は狙えるかなっていう感じですね。 はい。だからもうガチャは今回あくまでもう性能的には一番クソなタイプと思ってください。もうおまけ程度です。本当に。カードおまけぐらいで考えた方がいいんじゃないかなと思います。でですよ。まあ、今回の本題ここじゃないんですよ。この話ね。タクティカル本命の話なんですよね。うん。で、マックス、ま、一周したらね、さっきのガチャを一周したら、まあ、1250番号でね、言ったらま、どれでも手に入るよというところなんですが、 じゃあ、この褒めたちを見ていたときに、まあ環境にね、結構可能性のある褒めとない褒めっていうのがね、どうしても出てくるわけですよ。で、比較的ね、まあ使われてもおかしくない、もしくは今後人気が出てもおかしくないというところ褒めを探っていくんだとしたら、まずですね、<laughs> まあ難しいんだけどこれも、一応ね、352HT1 っていうのは、まあちょっと可能性はね、あるかもしれないね。まあ今後の環境によってはね。まあこれはでもちょっと特殊なので、 ねえ、まあ、そうね。ちょっと難しいけどね。まあでもこれなくはないかなっていう。まあでもちょっと異質だと思います。はい。で、あとありそうな褒めだけちょっとチェックしていくとい、一応この 451G というのもなくはないんですけど、これやるぐらいだったらもうちょっと、あ、でもこれもまあなくはないかな。場合によっては可能性あると思います。はい。 であとはそうね、うん、まあ e、433ET1 とかもなしではないんですけど、うん、まあ、これの強みが何なのかって言われるとちょっと難しいんだよね。B4 目でいいんじゃないかとか、まあ、そんな感じになりそうですけど、ね、よっぽど CMF とかでいい選手揃えるんだったらなしではないかもしれない。でもね、3人並べることに対してね、僕あんまりね、いい思いしないと思うんだよね。あんま基本的に J クラって、人が近くにいればいるほど、それぞれの個々の能力ってかっ発揮しにくかったりするんでね。特に攻撃面はね。 うん、っていうのはあるのでまあそこをちょっとどう考えるかっていうところですよね、うん、そこは、まあ、使ってみないと分かんないですけどね、まあ、あんまりいい思いはしないのかもしれないね、うん、って感じかなであとはそうねうん4 5一 a もこれちょっと守備がきつそうだねどう見てもね B の方がいいでしょうね 352BT2 は、これはまあ使える可能性ありますね。うん。これは全然あると思います。で、343AT1 もまああると思いますね。まあ、ここら辺は全然あり得ると思います。はい。で、352CT1 もまあありだね。うん、433、あ、えあれ ?433B あるやん。え、ちょっと待って。<laughs> え、433BT1 あんのあ、うわ、これ一応取っとくかな。これ、ここで復刻してんのしかもこれ、3枚。 これ、近々 T2 来んのかなこんなことするってことは。あるやん、433B。ないかと思ってたわ。あれ、あるんだ。え、これはね、取る価値あるよ。<laughs> これはある。いや、これはめっちゃ、これが3枚。あこれ3枚だったら、いや、433B ずっと使い続ける覚悟あるんだったら、これ取るべき。いや、使う覚悟というか、433B は取っといた方がいいんじゃないかな。うん。あ、これあるんだったらね、<laughs> し変わるね。 うん。これはね、取っといた方がいいよ、余裕ある人は。僕もちょっと取ろっかな、これなえー、褒めか。褒めのためにあんまガチャしたくないですけど、433BT1 られるんだったら、まあ、やっとく、やっとかない選択はあんまないな余裕ある人はやった方がいいんじゃないかな。今の環境的にはね、話ね。まあでもね、まあ言うてちょこちょこは変わってきてるんですけど、まあやっぱりでも9割ぐらいの人がこれ使ってるからね。 うん、まあ、そうだろうね。上の方の人たちはもう9割くらい使ってるってことはもうそういうことだと思うんで。まあ、これ3枚はね、破格ですね。うん。ちょっと今ので全部飛びましたけど。はい。<laughs> まあこれは交換対象になるんじゃないですか。まあでも、後でちゃんと見ておきます。あの、タクティカル込みまでちゃんと見させてください。はい。まあ、気になるやつだけちょっと見ていくんでね。まあ 352BT1 がここにあるね。これさっき何やったっけこれ352、あ、T2 か。T1 もあるんですね。352はね。うん。 で、352、えー、ここまで見たね。433DT1。まあ、これもなしではないけど、ちょっと特殊だね。うん。まあ、使い、まあ、悪くはないかもしれないけどね。うん。あとはそうね。うん。まあ、環境的な話で言うと、まあ、433C もま、悪くないですね。うん。まあ、クラちゃんとかの方がちょっと使いやすいかもしれないけどね。うん。あとは45、451、四五一 b t 1まあ、これも中身によりますけど、タクティカルによるけど別に悪くはないかな。 使えなくはないかな。うん、まあそんな感じですか。あ、4、3、3 m も一応あるんだね、ここね。はい。ということで、まぁ、あ、ちょっと気になるものはね、各自いろいろ確認をしてほしいんですが、基本的には、まあいいタクティカル褒めって言われるのは、基本的にそのさっき言った通り、まあ、攻撃的ポジションにオフェ振れるかというところと、あと守備的ポジションにディフェンダー、ディフェンスアップ系を振れるかどうか、うん。というところが一つの基準にはなると思います。で、 ただね、まあ、その将来的な話をすると、今年からタクティカル褒めって若干修正入ってて、例えば、今だったら CF だけとか、また DF だけとかなんですけど、今のタクティカル褒めって、オールで上がるとかついてます。例えば、全ポジション、オフェンスが5%上がりますよとか、まあ、そういった選択ができたりとか、おそらくでも今後また増えてくるのは、フォワードだけこれぐらい上がりますよとか、ディフェンダー、センターバックだけじゃなくて、ディフェンスラインの選手は全員、例えばディフェンスが20%上がりますよとか、こういう褒めが、 出てくる可能性も十分にありますので、はい、そこはね、ちょっとね、気をつけてください。だからまあ、少なくとも言えるのは、今回のこの復刻はあるんだけど、将来的に出たやつの方が性能はいいよというところを前提に置いた上でも、取る価値のある褒めを選んでガチャをすべきだよって話ね。まあ、これをしっかりと押さえておいてください。で、今、ざっと見てきましたけど、やっぱり 433B の T1 は、ちょっとね、これ多分ね、あの時に出たやつだと思うんですけどね、シーズンフォーカスの時に出たやつだと思うんですけど、 そうね。まあ、CF に、あ、5から10か。え、こんなんやったっけタクティカルって、433B って。え、こんなもんでしたっけこれ多分あれの時出たやつと一緒だ。多分22のシーズンフォーカスの時についてきたやつと一緒だと思うんすけど。あ、でも意外とそうでもないかもな。オフェンス5から10か。で、ライトサイドバックが5から10。あー。で、センターバックのスタミナ10から20。あ、これはでも結構でかいな。だからね、まあ、このタクティカル、 まあ、4−3−3−B のタクティカルだからめちゃくちゃ価値があると思うんですけど特徴的なところとしては、まあ、CF のオフェンスがまず5から10上がるというところ、まあ、これ10、10パアップでもでかいっちゃでかいんでね、うん、であとはまあ、ね、右サイドバックの選手のディフェンダーが10パ上げれるとかあとはセンターバックのスタミナが20パまで上げれるので、まあ、センターバック交代役使いたくない人とかからすると価値は高いですよねただここに交代役を割いている人からするとまあどうなんだというのは正直あるかもしれません。 で、まあ、全体的に見るとタクティカルがめちゃくちゃいいわけじゃないんでね。その振り分けもまあ10、10%で上収まってたりするんでね。まあ、もしかしたらもうすぐこれ T2 来るかもしんないね。っていう合図なのかもしれません。ただま、このガチャ、この褒めをあることによってプラスになる部分は当然ありますので、まあ、余裕のある人はね、この 433BT1 は確保しておいていいかもしんないですね。今の環境ね。まあ、少なくともこの中で一番ま、全体的な需要を考えるとめちゃくちゃ価値があるので、はい。まあ、ぜひ、えー、しっかりと、ここはね、あの、3回でいいんでね。なんならね。 まあ、いや、750番まで交換できるということは、まあ、それなりの、まあ、別に手が届くところであると思うんでね。まあ、これを交換すべきかどうかというのは、しっかりと選んでおいてください。まあ、ただ、基本的に無課金の人とかは、あんまりおすすめはしないですね。うん。まあ、なぜかというと、まあ、T2 褒めが多分次出るんじゃないかな、そろそろ。うん、じゃないとこんなところに多分復刻とか入れないと思うからね。 まあその可能性もあると思って、まあ、将来的な、まあ、価値とかね。まあ、例えばこれから強くなろうとしてる人とかも、まあ、別に褒めのためにガチャする必要はないですね。うん、なので、まあ、結局、結構チームが仕上がってる人向けのガチャなんでね。まあ、それはまあ誤解のないように、えー、考えてほしいなと思いますね。はい、ということで、えー、今回、ね、ざっくり見ていきましたが、まさかね B、433BT1 がね、 あると思ってなかったですね。まあ、これは、まあ、性能的にはめちゃくちゃいいわけじゃないんだけど、まあ、当然 433B のタクティカルということで価値はあるので、まあ、今回正直これを取るか取らないか、まあ、もしくはその 433B 以外の褒めを使っている人からすると、その褒めを取るか取らないかというところの、まあ、判断にはなってくると思うんでね。 ま、ぜひね、えー、しっかりと詳細を見た上で、この褒めを取るべきかどうかっていうのはね、当然ここのタクティカルとかを見てみないとわからないので、ま、さすがにちょっと僕も全部取り上げてると時間的に1時間とかなっちゃうんで、さすがにちょっとそれは難しいんですけど、まあ、気になる褒めがあったらね、まあ、個別に質問を受けますので、まあ、取るべきかどうかとかね、の話はできると思いますのでね、気軽にご質問いただけたらなと思います。まあ、ということで、まあ、今回のガチャちょっと特殊なんで、まあ、引く引かないという話がちょっと難しいんですが、 まあ、ガチャの性能はとりあえず悪いです。まあ、ここはしっかりと言えることなんで、これも,もガチャ目当てで引くものじゃないと。で、タクティカル褒めでしっかりと引くべきかどうかっていうのを判断した上で、各自後悔ないような選択をしっかりと、えー、取ってほしいなと思います。ということで、まあ、まさか4 3 3がね、布告してるとは思わなかったんで、ちょっとびっくりしましたけど、まあ、これはね、まあ、引く価値はあると思うんでね、そういう人からするとね、750万も、えー、避けるかどうかというとこしっかり考えた上でね、立ち回ってください。では、今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。ここで失礼します。バイバイ。